回は5分でわかるユーロ1992ということで、1992年に行われたユーロスウェーデン大会について語っていきたいと思います。前回のね1988の時にも言ったんですが、まあユーロとは言ってますが、この時はまだヨーロッパ選手権だとか欧州選手権って言われて、まだユーロとは呼ばれてない時代です。そして参加国がまたまた8カ国だけということでね、少数制ですよ。そして会場はまあスウェーデンの4都市で行われたんですが、キャパシティが4万人、4万人、3万人、2万人とまあすごく少ないと。だって2万人のスタジアムとかでユーロやってたんですよ。でしかも満員とかになってなかったからね当時。でね、あのキャッチフレーズがスモールイズビューティフル、スモールですごくいい運営しますよっていうことを言いたかったのかもしれないけれども、まあ大きいスタジアムがないんだなっていうのを勝手に感じてました。そして僕自身は当時のことを思い出すと、大学1年生で僕ドイツに住んでましたね。ということで注目してたチームはドイツ、トーマス・ヘスラーが大好きだったのを覚えてます。そして今僕が着てるユニフォーム、デンマークですよ。まあ出場各国はこちらになってるわけですが、まあ先に言ってしまうと優勝はデンマークだったんです。まあこれがもうサプライズ中のサプライズ、ありえねえなと。なぜありえねえまで言ってしまうかというと、本来であればデンマークは出なかったんですよね。というのは本戦出場権を得られなかった。同じグループだったユーゴスラビアに負けてね、グループ2位で出れなかったんですよ。にもかかわらずなぜ出て優勝したのかというと、出場権を得てた東欧のブラジルことユーゴスラビアが内戦なんつうのを巻き起こしてしまい、戦争中だったんです。それでね、国連だとかウェハーが今そんなサッカーなんかやらしとく場合じゃないですと言ってね、スウェーデンに入って試合戦うぞっていう段階で出場権剥奪。当時の監督が後に日本代表の監督になったりジェフを率いてたオシムさんですよね。まあこの辺に関してはね、面白い DVD があるので見てくれたら面白いと思います。タイトルは引き裂かれたイレブン、オシムの涙という作品なんですが、ちなみにこの作品僕監修してるのでね、メルカリとかヤフオクとかで探せば出てくると思うのでぜひ見てください。これは本当にドキュメンタリーとしてすげえ勉強になるし、こんな風になっちゃったんだと。まあその後ねユーゴスラビアが分かれて、ユーゴスラビア、クロアチア、マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、スロベニアとかで分かれちゃうんだけれどもね、戦争とサッカーっていう視点でも見ておくといいのではないかと思ってます。でそんな流れでユーゴスラビアが出れなくなってしまったということでね、もうバカンスに入ってたデンマークが急遽出場することになるわけですよ。ね、ハワイに行ってたのに急にお前代わりにワールドカップ出ろってドイツに行かなきゃいけなくなった、もう庭状態。それは国を挙げてそういう状況ですよ。そしてねデンマークっていうのが意外と当時の監督がニールセンっていうのが監督だったんだけれども、人望がなく国内では早くやめろみたいな、しかも負けてたりとかするんでね、そんなような監督が率いていたと。そしてまあチームの主力だったのが、まあピーター・シュマイケル、ゴールキーパースーパースターだよね。あとはもうラウドルップブラザーズ、ミカエルとブライアンね、この2人がまあこの監督の下ではプレーしたくないとか言って予選の最中にボイコットしちゃったりだとか、そんなような状態で勝てるわけないですよね。まあそんなチームが急遽出るということになって、まあ本戦行くわけですが、練習もしないでかき集めてチームが戦うわけですよ。そんで代表辞退してたラウドルップブラザーズの弟のブライアン、ブライアンどうしても来てくれと言って、まあじゃあやるかっていう感じでね、多分そこまで乗り気じゃなかったんでしょうね。ブライアンは来たと。そんな状況でね、まあグループリーグ3試合で終わるんじゃないかっていうようなムードの中、初戦イングランドと引き分け、2戦目地元スウェーデンにはちゃんと負け、最終戦フランスだったんだけど、まあ勝てねえだろうなっていう大方の予想を裏切り、勝ち決勝トーナメント進出ですよ。そしてね準決勝はこれまた絶対勝たないもんだろうと思ってたオランダと PK 合戦まで行け、勝ち。だから要は PK 合戦で勝ったっていうことは引き分けみたいなもんでしょ。決勝行くまでに1勝2分け1敗で決勝まで行ってるからね。そして決勝ドイツですよ。で僕は決勝戦ベルリンでのスポーツバーで見たんだけど、まあ結果から言うと2対0でデンマークが勝ちドイツが負けたんですが、大暴動ですよ。スポーツバーでグラスガンガン割られ、まあネオナチなんていう人たちがいて、おめえが応援してるから負けたんだみたいな、俺関係あんのかと思われながらもなんかビールぶっかけられたりとか、すごく嫌だったのは覚えてますね。でデンマーク、デンマークだけどデンマークなのね。マルクってドイツの当時の通貨で1マルクみてえな価値しかねえ国みたいな感じでドイツ人をバカにしてたりとか、
するような小国デンマークが勝ったと。そこでね、面白かったのがね、覚えておいてほしいのが、スーパースターは、まあ、ブライアン・ラウドルップがね、世界的スーパースターに上り詰めた大会であり、守護神ピーター・シュマイケルが世界一のキーパーと言われた大会であり、あともう一個感動的なのがね、ビル・ボルトっていう選手がいたんですよ。これがね、大会期間中にね、子供が白血病だっていうことで、急に倒れたっていうので帰国した。なんだけれども、子供と一緒にいたら子供が、パパはなんでサッカーやってないの？応援してるから行ってきてって言って、決勝戦出て、2点目ゴール。漫画みたいでしょ、これ。ということでね、要はもういろんな面白いことあるけど、この大会に関しては、デンマークがミラクルを起こしたということと、ユーゴスラビアが出れなかった。もうここだけ押さえてるやん。もう極論いいよ。そしてね、まあこれに関してまあ俺の話だけじゃなくて、ネットフリックスで、92年の夏っていうね、このデンマーク代表のドラマがある90分くらいの作品なんでね、これ見ると面白いので、先ほど言ったね、オシムの涙、引き裂かれたイレブンと、この2作品だけ見てもらえたら面白いと思うので、皆さん、この2つの作品見てみてください。上田さんでした。次は96年、イングランド大会だ。